Believe 第8話のタイトルは、お帰り、妻、最後の願いでした。リクが逮捕される瞬間、何とも言えない気持ちが込み上げてきました。手錠をはめられる夫を目の当たりにして、レイコはとても後悔したと思います。でもリクは覚悟を決めて家に戻ってきていました。何もかもわかっていて、それでもレイコと暮らした家へ戻ってきたリク。最初は顔がこわばっていましたが、レイコと話をするうちに、表情がだんだんと柔らかくなり、昔の彼に少し戻った印象でした。刑務所にいた時から脱走中も、神経がずっとピリピリしたままだったでしょう。少しの間でも気が休まり、リクにとって幸せな一瞬だったと思います。レイコにとってはどうだったでしょうか。警察に見られている中、夫が帰ってきて、何か一つでも真実を聞き出せたらと、レイコは神経を尖らせていたと思います。そんな中でも、少しでも夫にリラックスしてほしくて、一生懸命尽くす彼女の姿に感動しました。帰ってきたリクを、お帰りと優しく出迎えたレイコ。たった一言のお帰りですが、こんなに心に響く言葉はありません。でもリクは玄関に入った瞬間から違和感に気づいていたんですね。さすがとしか言いようがありません。玄関にいつもはない砂があるのを見て、ああ、警察がいるんだ、と感づいたリク。その前から警察が家の近くにいることを分かっていたでしょうけど、それでも一言、レイコに謝りたかったのだと思います。リクの、帰ってこれてよかった、結婚してくれて感謝してる、の言葉は、ものすごく胸に刺さりました。もっと早くレイコに言ってあげてほしかったです。でも、生きている間に伝えられてよかった。ついに逮捕されたリクですが、これからのことが気になって、レイコは治療どころではないでしょう。裁判は長くなるかもしれません。証拠を手に入れることができなかったリクが、これからどう戦うのか。気になる次回は最終話です。ついに逮捕されてしまったリクですが、まだ諦めていませんでした。一方、レイコの前に元宮エリナが現れます。元宮は何をレイコに語るのか。誰が味方で敵なのかわからない中、リクは無実を証明できるのでしょうか。そして、病気を抱えるレイコの運命は、様々な人々が複雑に絡み合っているのですが、次回すべての真実が明らかになるのでしょう。あと2話ぐらいあってもいい感じがします。リクを逃がしてしまった黒木は担当を外されてしまいましたが、それでも真実を追い求めて、事件の裏に何があったのか調べています。そんな黒木はマンションの前で張り込みをしていました。そのマンションから一人の男性が出てきたのですが、彼は誰なのでしょうか。もしかすると以前登場した半田と関係しているのかもしれません。半田の長女は東京で何者かに殺害されています。男性は長女を殺害した人物なのかと考えます。男性が今回の
竜神大橋崩落事故につながっているとは考えにくいのですが、黒木は何か崩落事故に関する情報を聞き出せるかもしれませんね。一方、陸から離婚届を出すよう言われた玲子ですが、黒木は離婚届は出さない方がいいと強い口調で止めていました。これには何か理由があるのでしょうか。黒木の両親は離婚しています。そのためなのかなと思ったのですが、陸と玲子の間には子供はいません。離婚を引き止めたのはどうしてなのか気になりました。互いに思い合っているのに離婚する必要があるのかと言いたかったのでしょうか。プライベートなことには興味がなさそうな黒木が、強い口調で離婚を引き止めたのが気になりました。今回も気になる行動をとっていたのが、弁護士の秋沢の行動です。帝和建設社長、磯田と密通している秋沢は、竜神大橋崩落事故に関する調査報告書を書いていました。一体何のためにそんなことをしているのでしょう。これは磯田社長から依頼された件と関係あるのでしょうか。それとも別の人物から頼まれて崩落事故について調査しているのか。報告書を書き終えた秋沢は、その後誰かに電話をかけています。これまでも不可解な行動を繰り返してきた秋沢ですが、彼は一体誰の味方なのか、本当に陸を裏切ってきたのかどうかもよくわからなくなってきました。南雲から、誰の弁護士なんですか?と聞かれ、陸だと答えた秋沢。やはり彼は味方だと思っていいのでしょうか。早い段階から陸のせいで事故が起きたわけではないと気づいていて、密かに事件について調べていたのかもしれません。証拠を集めるために磯田に近づいた秋沢は、大きな闇が潜んでいることに気づき、その尻尾を捕まえるために、今も磯田のそばで動き続けているのかもしれませんね。証拠の SSD は、この世にはもう存在しないと思われていますが、きっと秋沢が持っているのだと思います。南雲から取り返したふりをして隠し持っているのでしょう。今後はそれをもとに、裁判で戦うのかと考えます。それにしても、何のために橋を崩落させたのか、全くわかりません。陸も言っていたのですが、誰にどのようなメリットがあるのか、全くわからないんですよね。次回、その謎がついに解けようとしています。都知事が話していた、狩山陸は最高の人材でしたの意味もよくわかりません。林刑務官を使って陸を脱走させた都知事は一体何を企んでいて、林刑務官は今どこで何をしているのでしょうか。将来住むことになるかもしれない家の設計図を考える陸と玲子は幸せそうでしたね。いつも仕事に忙しい陸は、こんなにゆっくり玲子と向き合ったことがあったでしょうか。大きな窓があって、開放的な家をイメージする二人は楽しそうでしたね。次回は陸の無実が証明され、理想の家で暮らす二人が映し出されて、ドラマが締めくくられるのではないかと期待しています。一人一人が真実を語れば、陸の無実は証明されます。最終話では、陸の無実が証明され、玲子が笑って暮らしている姿を見られると信じています。
最後までご視聴いただきありがとうございました。